地でもお前さんと一緒さ。さーて、お立ち会いだよ。はあ、いい風が吹くね。もうちょっとこっちへ来なよ。そっちだと日陰から出ちまうよ。どうした？眠くなっちまったのかい？なら私の膝枕で少し眠るといいさ。今みたいな何もない時間を一緒に過ごして楽しいってのが相性ってやつなのかもしれないね。やっぱり旅ってのはいいね。お前さんはどこに行きたい？たとえどこだろうと付き合うよ。二人一緒なら退屈しないだろ。こうしてるとまるで世界にあたしらしかいないみたいだね。大丈夫さ、もしそうなってもあたしが養ってやるよ。この服すごく快適だね。覚えときな、その土地にある伝統的なものってのはそこに生きる人々の知恵そのものなのさ。さすがにこの服に刀2本は目立ちすぎるからね。今回は別に用意してみたよ。試し切りがてら冒険にでも行こうか。風さえ通れば涼しいもんだね。なるほど、それでこんなに布地が。ってお前さん、視線が丸わかりだよ。今のかい？サラサリアの踊りなんだけどね。振りを覚えたらお前さんのために踊ってやるから待ってておくれよ。業に入りては業に従えってことで、こっちの衣装に着替えてみたよ。似合ってるかい？なんとも平和だね。触覚として何不自由なく過ごさせてもらえるなんてありがたいことだよ。その割にはルカお姉さん、なんだか退屈そうですけど。そう見えるかい？確かにもうちょっと刺激があってもいいとは思うんだけどね。例えばこんな感じの。なんでしょうその仕草は。お、さすがにわかるかい？まあお前さんとは付き合いも長いからね。土地には土地の魚がいて、それに応じたいろんな釣りがあってね。今まで旅してきたところじゃどこでも一度は釣り糸を垂らしてきたもんさ。とはいえここじゃ水場自体がないと来た。さすがに諦めるしかないね。オアシスならありますけど。あれはこの土地っていうか持ってきたもんじゃないか。それに今はサラサリアの人たちにとって大切な水場になってるんだろう。遊びで釣り糸を垂らすのはさすがに気が引けるね。なるほど、そういうことならやめておいた方が良さそうです。それじゃあこんなのはどうでしょう。なんだいこの紙は。何に伝統漁法流砂釣り。ここの砂漠の砂の中には魔物が潜んでいますよね。だからそれを取る漁があったってことにしてみたんです。相変わらず無茶をするね。まあそれなら環境に問題もないだろうし、魔物の駆除にもなるか。いいね、気に入ったよ。いっちょやってやろうじゃないか。あ、もちろんお前さんも一緒に来るだろう。
それでどうやって釣りに行けばいいんだい？伝統っていうからには何か方法も作ってるんだろう？もちろんです。ほら、あそこの人たちに聞いてみましょう。よっしゃ、行くぜ相棒。おうよ、釣りまくって一攫千金だ。もしかしてこれから龍殺りに行くのかい？あ、なんだお前ら、もしかして龍殺りに興味あるのか？もしよければ勉強させてもらいたいんだが、いいかい？おお、俺らの寮も知名度が上がってきたってことじゃねえか。いいぜ、質問があるなら答えてやる。話が早くて助かるね。聞きたいのは仕掛けさ。仕掛け？いや、俺らは罠は使わねえが。そうじゃなくて、仕掛けってのは釣り具の構成のことさ。どんな太さの糸をどれくらいの長さで使うのかとか、針の大きさや返しの形なんかだね。そうか、そうだな、その辺はまあ適当だな。すみません、細かい設定はまだ曖昧で、できたばかりの伝統漁法ですから。ちょっとそっちの竿を見せておくれよ。これじゃ細すぎやしないかい？龍砂の魔物ってのは人間よりも大きいんだろ？ああ、人間なんか丸飲みの大きさよ。って、確かにこれじゃ細すぎる気もしてきたな。太いの用意しとくか。針も問題だね。そんなんじゃ引っかかってもすぐに外れちまうんじゃないかい？じゃあどうすればいいんだよ。そうさね、ちょっと金槌貸しとくれ。こうやって叩いて返しを作っておけば、よし、できたよ。これならちょっとやそっとじゃ外れないはずさ。おお、すまねえ。さてはあんた、ただものじゃねえな。なーに、ただの通りすがりの釣り好きさ。それよりもあんたたちは寮に行くんだろ？引き止めちまって悪かったね。いいってことよ。まあ漁場であったら釣り方を教えてやるからよ。しっかり準備してくるんだな。あばよ。なあ、気をつけてな。よし、大体のことは分かったね。それじゃ私たちも道具を買っていこうじゃないか。あんたたち龍殺りに行くのかね。なら道具はうちで買っていきな。いいのが揃ってるよ。じゃあ見せておくれ。どれ、もっとこいつがいい針だね。後で調整するとして5つほどもらおうか。竿や糸は私が持ってきた釣り道具でいいとして、あとは餌だね。ここらで魔物が食いつきそうなものを扱ってる店はあるかい？ならそこの串焼き屋で捨てちまう部位をもらえばいいさ。手間が省けてちょうどいいだろう。おー、なんだ、こんなのでいいのか。いいぜ、持ってきな。いいのかい？あ、でもただでもらうってのは気が引けるね。そこの串も20本ばかり包んでもらおうか。毎度あり。随分と気っぷのいい姉さんだね。こういうのはお互い様だからね。他にはいいのかい？せっかく夫婦で寮に出るんだ、準備はしっかりしとくんだよ。夫婦？おりゃ、違ったのかい？いや、違わないんだけどね。すまない、そう呼ばれるのはまだ慣れてなくてね。なんと
まあ新婚さんかい。だったらこいつも持っていきな。こいつは紐というか綱みたいだね。釣り糸にしちゃ太すぎないかい？釣り糸じゃないよ。元は流砂地帯を渡るキャラバンの風習でね、夫婦で砂漠に出るときはこいつでお互いの体を結ぶのさ。そうすればどっちかが砂に流されそうなときに支えられるだろう。支えられなければ一緒に流れちまわないかい？その時はその時。夫婦ってのは一心同体だからね。どちらかを残して生き残るよりはマシだろ。旦那の方もそう思わないかね。なんとまあ嫁さんと違って頼りないね。さっきから買い物も何もかも嫁さんがやってるし、これから寮に出ようってのにそれでいいのかい？見たところ姉さん女房だからって尻に敷かれっぱなしは良くないぜ。まあ大黒柱としてもうちょっとだけ解消があればいいんだけどね。解消ですか？ああ解消ってのはそうさね、頼りがいがあるってことさ。別に頼りないとは思わないですけど。さて準備もできたしそろそろ行くとするよ。世話になったね。なーに、せっかくの初漁なんだ、盛大に送り出さないとね。大漁を祈ってるよ。大物が釣れたらうちにも下ろしてくれよな。釣果があれば店に来るさ。さてと、楽しくてつい話し込んじまったね。それじゃ漁場に向かうとしようか。ん？どうしたんだい？あれはさっきの連中か。うっ、散々な目にあったぜ。死ぬかと思った。大丈夫かい？砂だらけじゃないか。あんたらは、いや確かにあんたらに言われたおかげで竿も折れず糸も切れなかったんだが、おかげで散々に引きずられちまってこのざまさ。そもそも流砂で踏ん張りも効かねえし。なるほど、流砂ができるような場所には足場がないんだね。それじゃ釣り用もないわけだ。そうみたいですね。ごめんなさい、いい案が思いつかなくて。けどまあそういうことならやりようはあるさ。ここは一つ私が知恵を貸してやるよ。やりよう？なんだいそりゃ。今さらそんなものあるわけが。船を作ればいいのさ。おかずりがダメなら船ずりがあるだろ。船だって？そんなものどこに？なければ作るのさ。砂の上を走る船をね。本当にできちまった。すげえ、すげえよ姉さん。ああ、先祖代々続く流砂釣りに新たな一歩が刻まれたぜ。まだ一日も経ってないはずなんだけどね。でもこれなら存分に踏ん張れるんじゃないかい？こんな砂に囲まれた場所に都合よく配線が転がってたのはあんたの仕業だろ。そこはアフターサービスです。たく、すんげえな。姉さんは頼りになるぜ。力も強い、頭も切れる、
釣りに詳しいなんて文句なしじゃねえか。おいおい、そんなにおだてても何も出やしないよ。あんたも見習わなくちゃいけないぜ。二人とも気をつけてな。さあ出発だ。いっぱい釣れるといいね。いってらっしゃい。お気をつけて。なかなかよく進むじゃないか。扱いは水の上と大差なさそうだ。おっと、地形の影響は思ったより大きいね。砂丘のたびに跳ねるこの感じは海の上にも似てるよ。それにしても日差しが強いったらないね。ちゃんと水は飲んどきなよ。うん、ちゃんと日を避けて体力を温存してるね。お前さんももう立派な釣り人だね。とはいえこの揺れはちょっと大きすぎるね。まるで嵐の中って捕まってな。あ、危なかったね。あんなところに岩があるなんて気づけなかったよ。言うなればここは水の中が見えない岩礁地帯ってわけだ。こりゃ気が抜けないね。ちょっと舵取りに集中するから見張りを頼むよ。はあ、どうやら岩場抜けたみたいだね。おっと、あ、私かい？大丈夫に決まってるさ。って言いたいところだけど、お前さんにはお見通しみたいだね。暑さと慣れない操船でクラッと来ちまったよ。ちょっと休めばすぐ元に。こりゃよく冷えてるね。さっきの市場で仕入れてたのかい？それも舐めろって？あ、なるほど、岩塩でミネラル補給ってわけだ。ずいぶんと頼りになるじゃないか。ん？こいつはもしかして。まあ大黒柱としてもうちょっとだけ解消があればいいんだけどね。まさかあの時の私の話をランプの魔人が聞いて願いとして叶えちまったのかい？ああ、もう大丈夫さ。なあ、ちょっと聞くが、お前さん何かおかしな感じはしたりしないかい？あ、何、ちょっと気になっただけさ。気のせいならいいんだよ。この声はどうやらお出ましみたいだね。よし、釣って釣って釣りまくろうじゃないか。お、どうしたんだい？何か忘れてる？ああ、あの紐かい。けどお前さんはああいうのは嫌だって言ってなかったかい？ふむ、紐でお互いを支えること自体は嫌じゃないと。じゃあどうして？なるほど、一緒に死ぬことはないか。そういうことかい。やっぱりお前さんは優しいね。市場でもそう言ってやればよかっただろうに。まあそういう飾らない真の強さもいいんだけどね。で、やっぱりランプの魔人のやつが何かしたのかい？ああ、なんでもないよ。それじゃ私は仕掛けの準備をしようかね。お前さんはその紐の準備をしておくれ。ああ、こいつかい？
東国から持ち込んだ私の相棒さ。こいつとはランドソル中の釣り場に挑んだがまさか砂の中で釣りをすることになるとは思わなかったよ。体の一部みたいなもんでね。こうして目を閉じていても準備ができちまうのさ。よし、準備完了。それじゃあ改めて釣り開始だ。よっと、ほら、次。まただよ、そら。こりゃ入れ食いだね。事前準備がバッチリハマってるのさ。釣りっていうのは戦いと同じで、始める前から勝負は7割方決まってるのさ。場所に合わせた仕掛けと餌、まずは食いついてくれなきゃ釣り上げようがないからね。と、また来たよ、ソラ。そろそろ釣った魔物でいっぱいになってきたね。駆除も兼ねてるからリリースするわけにもいかないし、次ね、最後にしようか長いこと付き合わせちまって悪かった。お、なんだい、すごい引きだ。こいつは大物だよ。今までとは段違いの。しまった、引っ張られる。お前さん、助かったよ。私としたことが力負けして足を踏み外しちまうなんてね。お前さんが引っ張ってくれなきゃ落っこちてたところだよ。けど引きは一向に弱くならないね。このままだと二人揃って落ちちまう。わかった、竿を手放そう。だからもう、お前さんが二人分を支えるっていうのかい。無理をしたら船ごとひっくり返っちまうが。わかってるって顔だねお前さんが覚悟を見せてるっていうのに私がひよってちゃ格好もつかないか。こいつは私がなんとか釣り上げてやるさ。背中は任せたよ。普段はこんな強引な釣り方はしないんだけどね。多少無理してでもねじ伏せる。よし、弱ってきた。今だよ、踏ん張りな。いっけお疲れ様大漁旗でも立てたいところだけど、しばらくは動けなさそうだね。おい、あれじゃねえか。おい、姉さん、兄ちゃん、無事か。あんたたちは帰ったんじゃないのかい。どうしても気になるって言うから一緒に様子を見に来ちゃいました。おお、なんだこりゃ、すんげー大量じゃねえか。おかげさんでね。とはいえもう当分流砂釣りはゴリゴリだね。バザールへ運ぶくらいは手伝わせてくれよ。にしてもさすが姉さんだぜ。私だけじゃないさ、二人の力ってやつだねやるじゃねえか兄ちゃん。見直したぜ。よし、あとは任せてゆっくり休んだな。それじゃお言葉に甘えようかね。私らは少し休ませてもらうよ。お疲れ様です。楽しめましたか。まあそれなりにはね。それよりもあんた、私たちが漁に出る前に力を使わなかったかい。あ、やっぱりバレちゃってましたか。
やっぱりじゃないよ。まったくどういうつもりなんだい。でも見たところ効果は抜群だったみたいですね。それはそうなんだが、人の心をもてあそぶようなことはやめておくれ。そうですか。すみません、釣り人のプライドを傷つけちゃいましたかね。プライド？何言ってんだい。私が言ってるのはあいつのことだよ。解消があればいいなんて言ったから。力を使ったのはいっぱい釣れますようにですよ。自分で言ったのに覚えてませんか。私は？さあ出発だ。いっぱい釣れるといいね。言ってたね。確かに。で、本当にそれだけかい？他に何かしたりは？はい、魔物がたくさん出てくるようにはしましたけど、他には何も。そうか。ありのままで、あれだけ頼りがいがあったんだね。それを、私はランプの魔人のせいだなんて思い込んで。そうだね。私もまだまだ修行が足りないって思ってね。その割にはなんだか嬉しそうですね。覚えときな。わざわざそういうこと言うのは野暮ってんだよ。歴史に残る大量だぜ。今日は祭りだ。大げさだね。さて、餌の例だ。お代はいいから、口を打って焼いてもらおうか。おう、うちに任せときな。早速仕込むからよ。いいね。バザールのみんなにも振る舞っとくれ。最初は姉さんと兄ちゃんだな。ほら、ガブッと言ってくれ。あたしらが食べないと周りが口をつけづらいか。それじゃ。ん？これは魔物独特の肉の味。野生というにはエグすぎる悪、濃すぎる油。なんていうか、こいつは。言いづらいが。普通にまずいね。こいつはこうやって焼いて食うのが普通なのかい？どうなんでしょう。そもそも普通は食べないものですし。そうだったよ。とはいえ、超過は超過だ。リリースしない以上、私らには食べる義務がある。仕方ない。まずいなりに、私たちだけでなんとか食べきるしかないね。なんとかしてみましょうか。別の肉に変えるくらいならすぐできますけど。なんだい？こういう素材には覚えがある？なるほど。確かにお前さんはあのギルドだもんね。そういうことなら私も手伝うよ。何を用意すればいい？なんだい、まだ何か作るのか。やめた方がいいんじゃ。しかも姉さんじゃなくて兄ちゃんがかい？一応プロの俺でもあんな味にしかならないんだ。もったいないが、肉は捨てた方が。
そうだぜ、腹壊してからじゃ遅いぜ。いや、やらせておくれよ。うちの人の頼れるところ見せてくれると思うからさ。まあ、姉さんたちの取ってきた獲物だしな、気の済むまでやってくれよ。ありがとね。それで、どこから手をつけるんだい？わかったよ。じゃあ、香辛料を集めてくればいいんだね。任せときなって。よし、それじゃあ始めようか。お、すげえ匂いだな。大丈夫なのか、これで。まあ、見てなって。かなり大胆にスパイスを使うんだね。しかし、なかなか手慣れたもんじゃないか。へえ、うちの串焼きを参考にしたってのか。見ただけで覚えるなんざ、なかなかやるね。お、臭みがなくなってきたね。下準備は終わったかい？確かに、なんか香ばしくていい匂いがしてきたような。やるじゃねえか兄ちゃん。尻に敷かれてばかりかと思ったら、なかなかどうして。そいつはヨーグルトかい？へえ、味を整えるために変わってるね。魔物の肝なんてどうすんだ？蒸してから裏ごししてソースに？お疲れさん。それじゃ、最初は私が毒味と行こうかね。大丈夫か？いや、でも匂いはいいんだよな。とはいえ、さっきのあの肉だし。うん、これは。ね、姉さん、うまいじゃないか。癖のある肉の味とスパイスがうまく調和してるよ。いい食べっぷりだね。ごっくり。俺たちにもくれるかい？ん？おお、こりゃうめえ。さっきのとは大違いだぜ。プロ顔負けなんじゃねえか？そりゃ聞き捨てならないな。食わせてもらおうか。確かにさっきのうちの料理とは大違いだ。だが、作り方は見せてもらったからな。こりゃさっきと違って本当に美味しいよ。新たな名物の誕生だね。はて、果たしてそう言い切っていいものでしょうか。いまいちスパイスが決まっていないようにも感じますけどね。もっと重層的に使うべきですよ。いや、そもそもスパイスだけでは味が単調。味付けは味噌と醤油に限る。あんたたち、まだいたのかい？っていうか、勝手に食べておいて随分と好き勝手言ってくれるじゃないか。真実を述べたまでですよ。仕方ありません。私の調合したこのスパイスを使いなさい。これで少しはマシになるでしょう。ふん、ならばこちらも秘蔵の味噌と醤油だ。この異国では貴重品ゆえ、本来ならば高くつくが、背に腹は変えられん。今すぐこれを使え。いい判断です。貴重なものですから注意して使いなさい。できたら味見をしてあげましょう。はあ、まったく。
どんな面の皮をしてるんだか。鍋を半分に分けちまってもいいかい？私は味噌と醤油で味付けをしようかね。どれどれ。じゃあ俺はこのスパイスの方を。カレー。なんちゅうスパイスだこりゃ。でもこの辛い中に臭になる味わいが、止まらねえ。そうでしょう。これこそが我がスパイスの真髄です。ありがたく味わいなさい。この醤油味ってのもいいね。コクがあって深い味わいだよ。味噌か。確か東国の調味料だよな。キャラバンに頼んでうちでも仕入れるか。それでよい。世界中で味噌と醤油が手に入るようになれば、いちいち任務の度に持ち歩く必要がなくなるからな。魔物料理大人気みたいですね。みんなが喜んでくれてよかったです。ああそうだね。お前さんが大量の願いを叶えてくれたおかげさ。いえそんな。調理法がわからなかったらまたみんなに迷惑かけることになってましたし。なんだい、それでしょげてるのかい。まるで見たまんまの子供みたいだね。別にそういうわけじゃないですよ。ただ願いがないならランプの魔人の存在は必要ないってことを改めて思っただけです。そんなことないさ。なあ、え、人もランプの魔人も関係ない。一緒にいて楽しければそれでいいじゃないか。はい。おっと、いたいた。ほら、主役がそんな隅にいるもんじゃないぜ。親子水入らずのところ、邪魔して悪いね。親子、僕たちがですか。なんだい、姉さんと兄ちゃんとそこの坊やで三人家族なんだよな。まあ今はそれでいいじゃないか。悪いけどバザールの連中も寮の話を聞きたがってるんだ。あと料理のレシピも教えてくれってさ。私とこの子はもうちょっとここでゆっくりしていくから、先に言っといておくれよ。わかったよ。それじゃ兄ちゃんは借りてくぜ。どうやらバザールの連中もあいつの頼もしさに気がついたようだね。なんだか嬉しそうですね。まあね、あんまり頼りない頼りない言われるもんだから、私もちょっとムキになっちまったよ。鼻が高いし賑やかなのも悪くはないが、私だけが独占できないっていうのは少しだけ寂しいね。二人きりの時間も欲しくはあるが、それはまた。なるほどなるほど。なんだいニヤニヤして。ルカお姉さんたちの幸せのために僕にもまだできることがあったなって思いまして。なんだいこれは。一体何が。ここはあのオアシスかい。一瞬で移動してきたって、まさか。あー聞こえますか。僕の力でルカお姉さんの望みを叶えさせてもらいました。もう少し二人きりの時間が欲しいって。やっぱりお前さんの仕業か。そりゃ確かにちょっとは思ったけどさ。なので
少し夫婦水入らずで過ごしてください。子供としては両親にはラブラブでいてほしいですからね。他の皆さんには僕から説明しておきます。それじゃまた後で。まああんたがそう言うならお言葉に甘えさせてもらおうかね。なんだい、こっちをじっと見て。私の顔に何かついてるかい？ずいぶんと嬉しそうだって。まあ願いを叶えてもらったのは事実だからね。だから今は二人きりでのんびりしようじゃないか。少し気恥ずかしいが、今はこの時間を楽しませてもらおうかね。それにしても今日はいろいろあったね。せっかくの魔人の気遣いだ。のんびりさせてもらおうじゃないか。あ、いや、なんでもないよ。オアシスが日差しを受けてやけにキラキラ光っていてね。で、もしかして光ってるのはお前さんかい？目が。来てくれたね。こっちだよ。すまないね、商店街のイベントの手伝いを引き受けたはいいんだが、どうにも私の専門外のことで困ってるんだよ。お前さん、コスプレには詳しいかい？いや、聞き方が悪かった。私が興味があるとかじゃなくて、ああもう仮装って言った方が良かったね。もうすぐハロウィンだろ。この商店街でも子供向けに仮装パレードをしようって話になってるんだが、今回は手伝いも含めて仮装が必須でね。私はそういうのはからっきしだからね。そんなわけでお前さんを呼んだってわけさ。おや、この人がルカちゃんのコスプレの先生かい？コスプレの先生って、まあ助っ人だよ。年頃にしちゃあまり着飾ったところを見たことがないからね。ルカちゃんに似合うコスプレしっかり見繕っておくれ。いや、そこまで張り切ることじゃないんだけどさ。いい返事だね。それじゃああとは若い二人に任せたよ。その物言いは、ああ悪い人じゃないんだけどね、ちょっとおせっかいが過ぎるところがあるんだよ。ってなんだい、私の顔をじっと見て。まあいいさ、それよりも早速相談させておくれよ。一応私も案を考えてはみたんだが、商店街のみんなから反対されちまってね。あ、イラストも描いてみたんだ。見ておくれよ。私は可愛いと思うんだけどね。見ての通り魚屋らしく魚の着ぐるみだよ。こうやって魚の口から顔を出して、エラの部分から手を出してだね。ふむ、けどってことはお前さんも思うところがあるみたいだね。聞かせてもらおうか。なるほど、作るのにも時間と手間がかかるか。しかしこういう衣装は店で買ったら値が張るだろう。どうしたもんか。へえ、ありものを改造したりするのかい？制服なんかを？そりゃ考えたもんだね。ちょっと待ちな、今なんて言った？制服？
いや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 、学生の時の制服なんざ私は着ないよ。もっとこう別の方向で仮装っぽいものはないのかい？ファンタジーなものや非日常感があるものか。そういえばあいつから外国の土産でもらった服があったような。ちょっと待ってな、家に戻って取ってくるよ。何だったかな、ベリーダンスの本場の土産だとか。おりゃ、これは男物かい？と、こっちにあるのは女物か。そういえばペアで安かったとか言ってたね。これはちょっと恥ずかしくないかい？いや、制服とは別の方向でだよ。とはいえ、今ある選択肢は制服かこれか。まあお前さんがそう言うなら。わかった、私も覚悟を決めようじゃないか。それじゃあ当日にね。頼んだよ。これは私からだ。持っていきな。はい、ありがとうお姉ちゃん。出すもん出したんだから、いたずらは勘弁しとくれよ。チェー、しょうがないな。じゃあ今度はこっちのお兄ちゃんにもらおうぜ。うん、それじゃ、せーの、トリックオートリート。持ってないの？いたずらだ。はいはい、ちょっと待ちな。このお兄ちゃんの分も私が出すから、見逃しちゃくれないか。なんだよ、ずるくないか。それって整形を1にするってこと？どういう意味？夫婦ってこと。ペアルックだし、若いから新婚さんなんだよね。なんだい、ずいぶんと難しい言葉を知ってるね。まあ、そっか、それじゃあいいよ。うちもママからもらったらパパからはもらえないもん。そっか、新婚さんじゃしょうがないもんな。それよりいいのかい？他のところも回るんだろ。早く行かないとお菓子がなくなっちまうよ。やば、そうだった、早く行こうぜ。あ、待ってよ。じゃあね、新婚のお姉ちゃん。子供ってのは何でも面白がるもんだね。思わず取り乱すところだったよ。それにしてもあれだけ冷やかされてよく平気でいられるね。いけないいけない、まだ手伝いの途中だったね。集中してやらないと。ほら、次のお菓子も用意しといておくれよ。商店街のハロウィンパレード、お菓子はここにもあるよ。はあ、今の子たちで最後かね。しかしすまなかったね。衣装のことで相談に乗ってもらうだけのつもりが、こうして当日の受付まで手伝ってもらって、その上私が恥ずかしくないようにお揃いのを着てくれるなんてね。とりあえずお疲れさ。立ったままならいくらでも行けるんだけど、受付として座ってなきゃならないってのがね。少し肩が凝っちまったよ。どうしたんだい、そんなところで。え、
肩を揉む？あ、いいよ、そこまでしなくても。うん、いや、言いたいわけじゃないよ。そうじゃなくて、なんだい、かなり凝ってる？それじゃあお願いしようかね。はあ、結構力が強いんだね。あ、ちょうどいいくらいさ。ああ、そこ。うん、もっと強くてもいいよ。ああ、痛くはないよ。で、そうじゃなくて、今日の受付がかい？あ、そりゃ、ちょっと疲れはしたけど、大丈夫じゃない要素なんてなかったろ？お化けは大丈夫になったのかって。いやいや、子供たちの仮装だろ。こう見えて子供は好きだからね。怖がるなんてありえないよ。そういえば、お菓子じゃなくてプリンをよこせって言ってた子もいたね。声はするのに姿が見当たらなくてびっくりしたけど、背が小さくて見えなかったのかね。どうしたんだい？手が止まってるけど。あ、そうかい。まあ何にせよ大きな借りができちまったね。何か困ったことがあったら呼んどくれ。お前さんのためならどこへでも駆けつけるからさ。と、その前に、今度は私が肩を揉んでやろうじゃないか。ほら、いいから座りな。今日のお礼にたっぷり揉んでやるよ。はい、お疲れ様。子供たちの相手って大変よね。わかるわ。それにしても一緒にコスプレすることでルカの背中を押すなんてやるじゃない。よくやったって褒めてあげるわ。まさかとは思うけど、あんたがただコスプレしたかっただけなんてことはないわよね。まあいいけど、ルカっては一見大人っぽくてサバサバしてるように見えるけど、新婚さんなんて言われて意識しちゃって結構乙女な部分もあるのよね。そういうところをちゃんと気づいてあげなさいよね。じゃあ今回はここまで。またね、旦那さん。あれ、なんだい、二人して寝入ってたのかい。随分と長い夢を見てた気がしたが、日は高いままだね。まったく不思議なこともあるもんだ。それともこれも魔人が気を使ったのかもしれないね。まあ今は好意に甘えとくとするよ。綺麗な眺めに静かなひととき、存分に楽しませてもらおう。旅慣れたつもりだったが、こんな場所は初めてだよ。太陽は遠慮なく照りつけてくるけど、人も空気もカラッとしてて悪くないね。街に帰れば賑やかな歓迎が待ってるだろうが、もう少しここでゆっくりしていこうじゃないか。夫婦水入らずでさ。たまにはこういう変わった服を着てイメージチェンジってのもいいもんだよ。マンネリ防止ってやつさ。これから少し時間もらえるかい？何？ちょっとしたお楽しみさ。そう、釣りだよ、釣り。ああ、楽しみだね。私も今はこうして腰を落ち着けてるが、故郷を離れてからは
長いこと一人で旅をしてきたんだ。ランドソルに来たばかりの頃もどこか旅の途中って気分は抜けてなかったんだが、お前さんに出会ってからはちょっと違うのさ。今はここが、お前さんのいる場所が私の帰る場所だって思ってるよ。だからさ、急にいなくなったりしないでおくれよ。さっきは迷子の親探し手伝ってくれて助かったよ。お前さん、子供の扱いがうまいじゃないか。3人で手をつなぐってなんだかくすぐったい気持ちになるね。へえ、ここの布地はこうなってるのかい。見てごらんよ、ここの通気性がすごくよく。何赤くなってるのさ、こっちまで照れてきちまうだろう。お前さんも長いこと冒険してきたおかげで旅慣れたね。またいつか、今度は二人きりで諸国漫遊と洒落込もうじゃないか。さっきも通りすがりの人たちに若夫婦なんて呼ばれちまったね。私はまあわかるんだが、お前さんには年齢的にまだ早いというか、簡単に言っちまうとだね、私と夫婦って言われてお前さんは嫌じゃなかったかい。で、なんだい、笑うところじゃないだろう。むしろ光栄って。はあ、まったく心配して損しちまった。だったらもう遠慮はいらないね。今言ったことの責任しっかり取ってもらおうじゃないか。極みの一戦爽快だね。捉えたよ。はっ、よっ、キューの太刀流れ発動。こんなとこかね。腕が鳴るね。待ってあげるよ。極みの一戦。待ってあげるよ。極みの一戦。待ってあげるよ。はっ、極みの一戦。ランプの魔人にあげたら喜ぶかね。次に会う時までに見繕ってみようか。久々の長旅で里心がついちまったね。しばらくランドソルでのんびりしようか。ふむふむ、千夜一夜物語か。面白いもんだね。サラサリアの人たちも気のいい連中だったが、元気にやってるかね。砂上での戦いはなかなかいい鍛錬になったね。今度は修行しに行くとしよう。旅の恥は書き捨てって言うけど、悪い旅じゃなかったね。次はあいつとどこに行こう。旅先での焚き火を思い出すよ。なんだか
ほっとするね。サラサリアにいた時は砂まみれで大丈夫かと思ってたけど、今じゃ懐かしく感じるよ。たまには違う服装、違う獲物を使うのも悪くないね。慣れてる味もいいけど、向こうの味付けが懐かしくなっちまうね。サラサリアの人たちも気のいい連中だったが、元気にやってるかね。いい座り心地だ。サラサリア宮殿の応接間を思い出すね。